とうございます。うん、テロップ、あ、テロップ出します。間違え、忘れてた。参加中です。来ました。ありがとうございます。こんばんは。遅くなりました。こんばんは。ちょっとね、あ、楽しかった。ありがとうございます。私も楽しかったです、公演。これ30分しかなくて、何を話そうか、すごい話すことがたくさんあるんですけど、え、そうなの、企画、え、ちょっと待って、何から話せばいいんだろう。パニクってる。うん、ありがとう。私も楽しかった。そう、なんか11月ちょっとね、ドボンもあるんですけど、ドボンもあるし、ちょっとこのイベントにも参加させていただくので、ちょっと忙しくなっちゃって、ちょっと皆さん申し訳ないっていう気持ちなんですけど、そう、30分しかないからちょっと焦ってます、ごめんなさい。そう、申し訳ない。どうだろう、だから申し訳なかったですけど、でもちょっと参加させていただくので、ちょっと本気で頑張りますので、皆さん一緒にお願いします。ごめんなさい。こんばんは。そう、ショールームのイベントに皆さん参加させていただきます。そう、楽しむことが一番なんですけど、やっぱり決勝に行きたいので、ありがとうございます。30分しかないので、手短に話すと、 毎日配信をできる限りやろうかなと思ってます。はいはい。そして、あと、なんかいろいろこのイベント期間中だからこそ、なんか自分的に企画を考えて、それをちょっと実行しようと思っています、今のところ。そう、なんか朝ちょっと早すぎる時間帯もあって、ちょっと早起きになっちゃうかもしれないんですけど、一緒にお願いします、ごめんなさい。そう、このね、期間を、そう、企画考えて、あの7日間1週間あるので、企画考えました。そう、早朝夢見レアです。そう、いろいろあります。そう、いろいろ考えてみたので、それを一緒にやりながら、何時に配信するか事前に教えます。その前の日に教えたいです。そう、平日は8時から17時ちょっとで、あれ、8時から17時まで配信できなくて、なので、朝、まあ7時とか8時とかにやろうかなと思ってます。ちょっとね、時間もギリギリすぎて、そう、朝はね、起きれるか分からん、起きれるか、起きれます、起きれます。明日ちょっと夜がちょっとできなくて、朝になっちゃうんですよ。朝の7時から8時になっちゃうんですけど、まあそこの時間少しでもね、やってね、ちょっと順位上げたいので、少しだけでもやりたいので、明日朝からなっちゃうんですけど、遊びに来てください。こんばんは。
早起き、早起き、ごめんなさい、早起きになっちゃう。朝いつも起きるの早いです。明日朝配信です、ごめんなさい。朝早くなっちゃう。でそれで、ね、なんか話したかったこと、待って今何時かな、大丈夫かな。朝だから、朝苦手、ごめんね。朝だから朝だから朝の私を見れるっていうやつです。ちょっと今ちょっと話したかったことは、自分この7日間ほとんど毎日配信したいのと、あとなんだっけ、明日は朝早くなっちゃいますの話と、朝の7時から8時になっちゃいますの話と、あと企画考えましたっていう話です。え、寝起きいいですよ。もう一回アラーム鳴ったらすぐパッと起きれちゃいます。ちょっとね、本当に30分しかなくて、ちょっと焦りすぎてて、何を話せば何だか何だかと思ってるんですけど、ちょっと焦り中なので、ちゃんとまとめて、ちゃんと次の時に意気込みを改めて言わせてください、ごめんなさい。あ、困ってます。そう、公演ちょっと頑張りました、ありがとうございます。そう、朝早くなっちゃう、まだ20分ある。 OKOK、 案外いい感じにお話ししたいかも。そう、企画を言っちゃうと、多分なんか前日中とかに言った方がいいのかなって思って、しかもあとやってほしい企画逆にあったらたくさん教えてほしいです。そう、内緒です。そうそう、前日に。でもちょっと今日の配信終わるのギリギリすぎて、ちょっとはツイートできなかったらごめんなさい、しますけど遅れたらごめんなさい。やってほしいこととかあったらたくさん教えてください。そう、あと毎回の配信で、あの今日の服を紹介しようと思ってて、今日はちょっとね公園だったので普通にパーカーを着ました。パーカー、蝶々が好きなので、パーカー、この蝶々のパーカー着ました。パーカーで、ここにも蝶々がいます。このパーカーお気に入りなんです。で、やっぱお洋服を紹介しようと思います、この7日間全部。あと好きなブランドとかを紹介します。あとやっぱり、あとなんかスキンケアとかそういうのを紹介したり、なかなか普通のショールームでできないこととか、できないっていうか、このイベントだから、このビスさんのねイベントだからこその企画を混ぜ込んでお話ししたらしたいです。あ、似合う、ぴょぴょさん似合う、ありがとうございます。あ、まことのすけさん、ハートたくさんありがとうございます、ありがとう。そう、女子力をたくさん見せちゃったな。そう、ファッション、そうそうそう、混ぜ込んで、ファッションがさやっぱり好きでさ、そし好きでというのもあるし、あとメイクもそんな得意ではないのですけどね、メイクも好きですし、
そういうのをねたくさん配信できたらなと思ってます。ドボーもね外あってちょっとね並行して大変で、そうそうあってちょっと大変なのですか、ごめんなさい。そうそうアピールとかねしたいですね、ファッションの。そうそうファッション誌なんでやっぱファッションを見せちゃおうと思います。そうそうちょっとねちょっと簡単になんですけど説明しました。こうそう初めてイベント参加させていただくのでちょっとド緊張なんですけどうん、本当に皆さん一緒にお力を貸してください。ごめんなさい、こんばんは。あとハッシュタグ考えてみたんですけど、夢見と夢叶えたいってどうですか。いい感じですかね頑張ります。夢見と夢叶えたいっていいかなと思うので、私もそのハッシュタグを活用していきたいと思いますちょっと夢見と夢見たいとなんかちょっと似てるんですけど、あ、福ちゃん拍手ありがとう、ゆゆさんハートありがとうございます。そうドボーも配信あの夢叶えたい、え、そうドボンもイベントもそうなんかすごい出てきた叶えたい夢と夢叶えたいを活用したいと思います。活用しましょう一緒に。うん、そんな感じで話してみました。ちょっと明日ねちょっと朝早また早いんですけど、夢だけ感じ夢見とそう夢と叶えたい感じ、コメントこれどうやってみる、あれこのハッシュタグに書きます。夢見と夢叶えたい、はい、できました。あ、そうそうそうハッシュ夢叶えたいハッシュタグ叶えたいどうでしょうちょっとなんか頭回ってない、やだ叶えましょう一緒に。ミスイベントの内容としてはあのあやったカラオケダンシング、うん、疲れ楽しかったんですけど、ね、頭ちょっと回ってないんですけど、ちょっと踊っちゃったイベント内容ざっくり言うと決勝戦に行かないといけないんですよちょっと説明が難しい、そうやんなくちゃいけなくて、 なると1位と2位と3位と特別賞みたいな、ちょっとね決勝に行くことを目標にしてて、そうしないと
そし次に進めない、当たり前なんですけど次に進めちゃねえ、なんで説明するのがとても下手だから、決勝で優勝するのが目標ですね。あのね、ファッションショーとか、あとなんか1年間このレギュラーモデル、レギュラーモデルをやる審査の権利というのですかね、をもらえたりねそうなの。そう、まずは予選が、1年はすごいですよね。予選がとてもたくさんいらっしゃるので頑張らなくてはなので私も気合を入れて、いっぱい頑張ります。そう、私ね、18期の中でも身長一番、1には争う身長なので頑張ります。今22時までやります。皆さん今何時だろう、48分、ありがとうございます。ユーミン背高いんですよ実は。弁当頑張ります。ちょっと30分しかできなかった。お家はまだ帰ってないです。ユーミンもまだ伸びてますよ。背高いって言われます。イベントではできてそう。でもこのね、7日間のスケジュールはだいたいいい感じに組み立ててるので、そう、意気込みね、いっぱい書きたいと思って、本当になんかね、この事前 言っていいかね、許可を取ってたらちょっと当日になってたっていう、ごめんなさいので、ちょっとね言っていいか分かんなくて、まだちゃんとねこのイベントに対する思いとか意気込みとか言ってなくて、そう、台本作ってちゃんとやりますよ任せてください。ありがとうございます。そう、台本作っていきますよ。こんばんは。そうそうそう。でもね、ツイッターとかね、ツイッターじゃない X か、 X で告知しな、告知もしますちゃんと。こんばんは。え、待って、時間過ぎたら嫌なので、ちょっとランキングを先に読ませていただきます。読みます、先に、ごめんなさい、読みちゃいます。どうぞ。ありがとう。ライブですよね。じゃあ13位から読みますよ。あ、告知します、ごめん、告知します、いきます。13位、あっきーさん、ありがとうございます。配信見てくださってありがとうございます。いつもありがとうございます。あ、12位、あ、あきらさん、ありがとうございます。あきらさんもたくさん遊びに来てくれて嬉しいです。いつもありがとうございます。そして11位、トラガンさん、ありがとうございます。あ、
手会もたくさん来てくれて嬉しいです。そして10位マーツワーさん、マーツワーさんありがとうございます。マーツワーさん嬉しい、ありがとう、またたくさん来てください。9位ダーちゃん、ダーちゃんいつもありがとう。そして8位大好きさん、ありがとうございます。握手会もありがとうでした。そして7位まことのすけさん、ありがとうございます。お仕事の後に握手会来てくださって嬉しかったです。6位なラブさん、ラブありがとうございます。いつもショールーム遊びに来てくれて嬉しい。5位みのりちゃん、みのりちゃんありがとうございます。さっきぶり劇場公演見つけられました、ありがとうございます。そして4位ゆいとさん、ゆいとさんありがとうございます。見つけましたよ、ちゃんとペンライト見えましたよ、ありがとうございます。3位まゆまゆさん、まゆさんありがとうございます。あ、初めて見つけるかもしれない、ありがとうございます。2位マシンガンさん、ありがとうございます。ケロマシンガンさん、いつもありがとうございます、遊びに嬉しい。そして1位ふくちゃんさん、ふくちゃんさんありがとう。シナモン、いつもシナモンを掲げてくれてありがとうちょっとね短すぎてね、端的何なんかまとめるのがちょっと難しかったです、ごめんなさい。のでまた次明日かな、明日の7時頑張ります。皆さんもちょっと通勤時間とか、そうですね、あるのでそのタイミングによかったら遊びに来てくれると嬉しいです。私も早起きしますそうちょっとね改めていっぱい明日をまたお話しさせてください7時起きますなので明日7時から8時ってちょっとね朝になっちゃうんですけど、皆さんのことお待ちしてます。そうちょっとね55分、あらららら、時間は早いんですね、過ぎるの。私も朝早く起きますね。そう髪の毛何のヘアアイロン使ってるかとか教えちゃいますよ、今後教えちゃいます。そういい夢見てください。今日皆さんお疲れ様です、平日なのでね、お疲れ様です。スクショタイム、皆さん夢見と夢叶えたいでも何でもたくさん拡散してください、待ってます。あ、締めっぽいけどあと4分、やった。そう明日は早くなっちゃうんですけど頑張りましょう。そう9時間後早いねありがとう、みんなさんも休んでください。そうなんかね、私もちゃんと情報をちゃんとまとめて私も書きます。
そう、家帰っていろいろしたらもう次の日になってそう、わからないけど。で、ちょっと11月盛りだくさんになっちゃってしまうんですけど、ドボンも時間を見つけて頑張ります。そう、デコ綺麗、ありがとう。こんばんは。と11月ね、最初の方ちょっと忙しくなっちゃうかもしれないけど、待ってます。一緒に頑張りましょう。私も時間がある限り頑張りたい。あと2分、あと2分だって。おやすみ。おやすみじゃないや。ちょっと30分で、ま、お話あんまりまとめられなかったけど、明日また会いましょう。あと9時間後。おやすみ。皆さんもたくさん休んでください。ありがとうございます。ん、こんばんは。気をつけて。ありがとう。またね。こちらこそですよ。皆さんありがとうございます。明日7時です。7時から8時です 朝早い。頑張ろう。気をつけます。ありがとう。ちょっとまた来てね、皆さん。そう、公演終わりで30分しかできなかった。ごめんなさい。バイバイ。これも10時かな。おはゆめめにしましょう。おやすみゆめめ。切っちゃいます。